皆さん、こんにちは。スマイリングパークオンデマンド認知症ケア講座、担当の田代です。よろしくお願いします。今日は PPSD の5、予防、気づき、対応についてお話ししたいと思います。認知症の人の専門は BPSD に似通ってるかということなんですが、何度も出すスライドですが、認知症の人は繊毛を起こしやすい。これは繊毛でお話しましたけども、準備因子、直接原因、誘発因子があって繊毛が発症する。これはそのまま BPSD の発症にも使えるかと思います。ここに認知症がありますから、認知症の人が準備因子、直接原因と誘発因子によって BPSD を発症してもおかしくないという図に使えるかと思います。ただ、BPSD の発症ですね、認知症の人の、これだけではありません。これは徘徊とか、例えば説明できませんので、それについてはまた別のチャプターでお話したいと思います。2番目が、専門の人は認知症になりやすいかということです。何度もお話ししてますが、繊毛、特に低活動性繊毛を放置しておくと認知症になりやすい。説明しましたように、こちらと普通のいわゆる一般的な活動性繊毛と比べると、低活動性繊毛の方が多い。しかし、混乱、鎮静が主な症状で、症状に乏しいために見過ごされる、放置されているということです。また、知らない人も多いと思います。低活動性繊毛とうつ病の共通症状として、活動性の低下、集中力低下、不安、無関心などがあります。しかし、低活動性繊毛は身体疾患とか薬物が原因で、うつ病の場合の多くは心理的な要因があります。さらに、発症様式が繊毛の場合には急性で、夜間に増悪し、時間単位から日の単位に続く。一方、うつ病は感情の発症で、午前中の方が症状が悪い。で、うつ専門よりも若干長く続くということです。さらに、意識レベルは専門は低下していますが、うつ病の場合には正常だということも相違点として挙げられます。一つの症状だけではなくて、全体像で比べた方がより正しく判断できるかと思います。これは BPSD の陰性症状をお示ししましたが、非常に低活動性にも似てますが、この不安、うつ、この辺りを外消しますと、前立腺の低下、末梢量低下、アパシーということで、低活動性の繊毛、介護の手間がかかりませんので、いい人として放置されている。が、本人は気づいて、助けてと SOS を出しているのかもしれません。そのまま放置していたらどうなるか。認知機能のさらなる低下を招きます。なぜかといえば、刺激情報が減ります。そうすると、思考判断もしなくなります。コミュニケーションが落ちます。ワーキングメモリーが低下していきます。認知機能のさらなる低下を招きますし、違う BPSD が出現する可能性があります。やがてフレイルとなり、 ADL の低下、ひいては介護度の増加になってくるかと思います。繊毛、特に非活動性繊毛を放置しておくと認知症になりやすいと考えられています。BPSD と繊毛の予防、気づき、対応です。総合病院における繊毛発症割合、認知症を有する高齢者は9割が繊毛を発症している。認知症を持つ入院入所者は、繊毛もしくは BPSD が発生することを前提に対応すべきであるとされています。
専門は予防が大切とされています。この単因子的介入とか包括的介入、さらにはこの多面的理解、ほとんど同じ言葉ではないかと思います。多方面から対策を練る、考えるということです。BPSD の多面的理解と対応、これはデルタプログラムから持ってきてますが、ここは専門なんですけども、 BPS に置き換えても十分に内容は通じるものがあると思います。ただ BPSD の発祥の背景はこれだけではないということも事実です。さらにこの BPSD 発祥の背景には、繊毛と同じように薬剤の調整、脱水の回避、誘発因子の削減、それが一番重要と思われます。BPSD もしくは繊毛への気づき対応ですが、前駆症状を見逃さない、聴覚視覚機能への援助、栄養状態、脱水の補正、睡眠のリズムの確立、薬の検討ですね。これは BPSD 専門の予防対応の基本です。何度も言いますが、このベンゾ系の睡眠薬はできれば中止、抗コリン薬、これは喘息の薬とか前立腺肥大の薬でもありますので、その辺は担当医と相談して決めていったらいいかと思います。この聴覚視覚機能への援助です。寝てるんだからメガネがいらないとかではなくて、たとえ寝ててもメガネや補聴器があれば情報がありますので、見当識の援助につながると思います。そうすれば見当識障害が少しでも減るのではないかと思います。ただ認知症の人であれば、というのはおかしいかもしれませんが、認知症の人にとってはカレンダーとか時計がうまく理解できない場合もありますので、もう少し違う手段も考えなければいけないかなと思います。で、この前駆症状を見逃さない、皆さん一人一人の対象者によって違うと思うんですが、急に落ち着きがなくなるとか、イライラするとか、怒りっぽくなる、理解が悪くなるなど、様子が変化していないかを見極めることによって、早く対処ができる、危険な行為になる前にどうにかするということができるのではないかとされています。皆さんがよくご存知のことではないかと思います。で、もう一回戻りますが、この見当識の援助につながるということで、カレンダー時計の使用、何度か言いましたが、私の病院の SCU にもこういうものがあればいいなと提言したわけですけども、これを見て判断できる能力があればいいんですけども、少なくともないよりは、家族も私が入院していることを知ってるんだとかですね、そういうことが理解できますので、安心材料にはつながるかなと思います。4番目にもう一度デルタプログラムを言いたいと思います。できればこの本を見ていただくとよくわかるんですけども、デルタプログラムの専門アセスメントシートとあります。ここを BPSD に置き換えてもらってもいいかと思います。で、大きくしますと、70歳以上、脳器質障害、認知症、アルコール飲みすぎとか、専門の表とかあります。これをチェックしていくことになります。これをチェックする、で、当てはまらなかったら経過を見る。そしたらさら下に進む。で、精神症状、注意障害があるとか、こういうふうにチェックする欄があります。で、これは聞くとか確認する、そういうことにもチェックコーナーがあります。このようにチェックすることで、気づいていないことへも目を向けることができるかと思います。もちろんチェックする項目だけに目をやるかもしれませんが、かなり項目がありますので、一方かなり項目があるということで、チェックが煩雑になる可能性もあります。で、ステップ3で繊毛への対応となります。ここを大きくします。
このように炎症について感染兆候の検索と対応とかですね、低酸素ナトリウムに関しては採血データを見るとか、脱水に対しては水を飲んでもらう、脱水の性、点滴ですね。このようにどうすればいいかということがある程度書かれています。もちろんこれ大まかに書かれているだけで、実際には現場でいろいろと検討していかなければいけないかと思います。で、これ対応の薬なんですね。専門の原因となる薬、何度も言ってます、ベンゾ系の睡眠薬、麻薬ですね。これが中止できれば減量か中止するということです。じゃあ治療薬は何があるか。ここにありますリスペリドン、これ1ミリの水溶液のお薬があります。まあ1時間ぐらいしか効かないんですけども、繊毛状態を一時的に遮断することができる。まあ、こっちもクエチアピンという精神科の薬がありますけども、まあ、ほとんどないというのが実情です。繊毛に対して薬で治すわけではなくて、繊毛が出ないようにすることが第一義です。そして出てしまった時の危険を回避するために、こういうお薬が少しあるという認識でいていただきたいと思います。まあ、ないと思ってもいいかと思います。まとめです。認知症の人は繊毛、BPSD になりやすいことを前提に、繊毛の発症過程でチェック対応する、それにはデルタプログラムというものがふさわしいかと考えています。認知症の人の繊毛は BPSD と捉え、BPSD の多くが繊毛である可能性があるが全てではない。その全てではないとはどういうことかというと、以前の生活習慣か現在の規則、入所している場所の規則、病院と合わない、何かの思いが行動を起こさせる、感情を伴う記憶によっていろんなことで、いわゆる BPSD と捉えられているかもしれません。デルタプログラムだけでは説明はできませんが、多くはデルタプログラムのチェックによって BPSD の発症を減らすことはできるのではないかと思います。これに関してはまた別のチャプターでお話していきたいと思います。認知症の BPSD の陰性症状、うつ病、そして低活動性繊毛は、その目で見なければ気づき対応できないと思います。これも何度も言いますが、原因が分かる嫌な感覚は不快、分からない感覚は不安から恐怖、どちらも繊毛 BPSD の要因になり得ます。 BPSD の後、予防、気づき、対応、簡単ではありましたけども、これで終了します。